M9395 トントラックシリーズは1980年代にアメリカ合衆国で開発運用された66輪駆動の5トントラックである。M9395 トントラックシリーズは1980年代に M8095 トントラックシリーズをベースに開発された66輪駆動の積載量5トンクラスの軍用トラックである。1980年に M809 を開発、生産していた AM ゼネラル社によって開発された XM939 がアメリカ軍に採用され M939 シリーズとなった。エンジンは M809 と同じカミンズ社製 NHC-2514000cc6 気筒ディーゼルエンジンであったが変速機がオートマチックトランスミッションに変更され操作性 燃費は大きく向上していた。また、中身のエンジンは同じであったが、それを覆う、キャブ部分のデザインは大きく変更されていた。運転席部分は横に広がって三人乗りになり、ボンネットはフェンダーと一体化された形になり、全体が全方向に大きく倒れることで、エンジンの上面だけでなく、側面も露出し、整備作業が容易になっている。 ウィンチには安全停止装置がつき、ワイヤーが切れそうなほどの荷重がかかると、回転を自動的に停止するようになり、破損や負傷の危険を軽減させていた。この他にも、ブレーキ寿命が約4倍に改良されたり、騒音レベルが大きく低減したり、といった多くの改良が施されていた。また、M939 シリーズには、同時期に開発された EMS の導入が計画されていた。 これはタイヤ空気圧の自動調整装置とそのためのパイピングシステム及び 14GR20 の体型ラジアルタイヤの装着によって運転席からタイヤの空気圧を変更し路外機動性を向上させるというものであったこの機能改良パックは舞台配備された M809 シリーズに後付けで装着されてテストが行われ M939 シリーズの改良モデルである M939A2 シリーズから標準装備されることになった。最初に生産された M939 シリーズは M54、M809 シリーズと同様に 11.00R20 のタイヤを装着し、後輪はダブルタイヤであった。このモデルは1982年から量産が開始されており、 最初期の生産者は M809 として製造された、車台から組み替えられたものであった。M939 シリーズにも M54、M809 シリーズと同様、3種類のホイールベースの車台が存在し、レッカー型やダンプ型などの派生型が開発されている。また、前述の空気圧調整装置を装着せず、タイヤだけを 14.00R20 の 大型ラジアルタイヤに変更したバージョンが M939A1 シリーズとして正式化され、輸出向け及びアメリカ海兵隊向けに生産された。1986年になると M939 シリーズの生産が AM ゼネラル社からブミー社に移管した。1989年にはエンジンを同じカミンズ社製で、ほぼ同等の出力でありながら重量が半分。 対応年数が1.3倍になった 6CT8.38300cc6 気筒ターボチャージャー付きディーゼルエンジンに換装し、前日の空気圧調整システムと 14.00R20 の体型ラジアルタイヤを装着、さらにキャブ内部のデザインを変更し、運転操作が変と半ビーと同様になるよう改良された M939A2 シリーズの生産が始まり、 アメリカ軍への導入が開始された。M939A2 シリーズは、ブミー社によりビッグフットのニックネームが付けられ、M939A1 シリーズを導入していた海外ユーザーにも多数が売り込まれた。なお、M939A2 で実装された空気圧調整システムは、前述の EMS という名称から、クティスという名称に変更されている。 M939A1 シリーズと A2 シリーズの外見上の相違点としては、などが挙げられる。1991年に発生した湾岸戦争は M939A2 ビッグフットシリーズが実戦投入される最初の機械となった。これは本社を開発したブーミー社にとっては絶好の宣伝機械となり、初期量産契約の結ばれた24000台のうち、 海戦までに3500両を完成させ、サンドカラーに塗装された新品の M939A2 がアメリカ国内の工場から直接アラビア半島に送られた。湾岸戦争に動員されたアメリカ軍兵士の中にはアラビア半島に到着して初めて M939A2 を見る者も,も少なくなかったが捜査官がヘントやハンビーとほぼ同じであること。 クティスの操作は、舗装路、クロスカントリー、砂地、などと書かれた中からレバーで選択するという非常にわかりやすいものであったこと、さらに舗装路では時速 100km で走れることなどから、その評価は極めて好評なもので、本社を見たサウジアラビア軍が即座に4000両の購入を決定したという逸話も残されている。1990年代後半頃からアメリカ軍では、 後継車種の FMTV の導入が始まったが、M939A2 シリーズも引き続き運用されており、2003年のイラク戦争でも現地に派遣され、一部の車両はガントラックに改造されるなどして、前線で使用された。M939 シリーズは総計で3万2千台以上が生産され、2015年現在も核輸出先等で現役で使用されている。 この他にも RQ-NIPAIONIA、er、などの UAV の移動発射台として射出装置を搭載した型、前日のガントラック型など主自の派生型が開発されている。ありがとうございます。